こんにちは、ひとひかりです。今ね、もんちゃんとぶーちゃんがね、寝てて、ぶーちゃんは暴れてるかな、音が入ってうるさいかもしれないんですけど、ごめんなさい。なんとね、今朝なんですけど、ちょっと喉開いてなくてあれなんですけど、キヌゲのハムチャンネルが1万人を突破しました。ありがとうございます。まさかね、こんなにチャンネル登録というか人が見てくれると思いませんでしたね。チャンネル開設したのが去年の9月14日、2020年の9月14日ですね。もともと自分で Vlog っていうかブログみたいな感じでね、日々思ったことを感じたことをなんか話すみたいな感じでやってたんですけど、それが2019年の12月31日からなので、ハムスターのよりも前にね、9ヶ月ぐらい前にやってるんですけど、今ね、僕のひとひかりチャンネルの方は1100人ぐらいかな。だから10倍ぐらいね、ハムちゃんが人気になってしまいましたね。嬉しいですね。もうすごいスピードで伸びて、最近はね、本当に温かいコメントとかもいただいて、プレゼントもたくさんいただいちゃってね、ハムちゃんたちも喜んでると思いますね。もうひとえに視聴者様とハムちゃんのおかげですね。ありがとうございます。1万人か、結構多いですね。今まで自分が人生で経験した人数というか、そういう単位で一番大きいかもしれないですね。想像もできないようなぐらいの人がいてくれて嬉しい限りなんですけど、もちろんね、最初はそんな順調でもなく、始めた当初は1人2人とかね、1日ちょっとずつ増えてて、再生回数も1回2回10回とか、でもそれでも嬉しいなと思ってやってたんですけど、いつの間にかね、なんかジューンって伸びてった時もあり、もう今じゃ結構ね、ズーンと落ちてるんですけど、でもじわじわね、上がってって、なんとか1万人を超えることができました。感慨深いですね。9ヶ月じゃなくて9月からやったから、10、11、12、1、2、3、4、5、6、8ヶ月？違うわ。9ヶ月か。9ヶ月間で1万人。で、動画の本数がね、350本ぐらいだったかな。結構ね、短い動画を上げる、ショート動画っていうのかな？ YouTube ショートっていうのをね、やってて、バンバンバンってね。ちょっと頭回転してないんで語彙力ないんですけど、まあいつもないんですけど、短い動画上げるだけじゃんってね、思う方もいると思うんですけど、これがね、なかなかね、難しいんですよね。継続というか、うん、って感じでね、30秒、たかが30秒、再度30秒みたいな感じで。でもね、自分自身は結構ね、楽しんで、やれてましたね。だってハムスター好きだしね、ハムスター好きで撮ってね、それをアップするだけで皆さんが見てくれるっていうね、そういう環境、そういうなんていうんですかね、循環がすごいいいことっていうか、嬉しいことだし、何一つ悪いことはないですね。僕も楽しいし、視聴者さんも楽しんで見てくれてるのかな、わかんないけどね、癒しをもらってたら嬉しいですね。ハムスターのチャンネルは癒しをね、視聴者様に届けるというコンセプトをね、この間作りました。作ったのかな、まあ最初から癒しを届けることを目標にやってたんですけど、まあ、言語化したというか、その明確な目標を立てましたね。ひとひかりチャンネルの方は圧倒的リアルを発信する、吐き出すっていうね。気になる方いたら見てください。結構ねダークな感じなんで、ちょっときつい人にはきついかもしれないですけど。そうだ、最初に顔出しした時、一番最初はね顔出ししてなかったんですよ。で、1月ぐらいかな、1月ぐらいに初めて飼い主僕ですってバーンって顔出したら、
その瞬間ですよ、その顔出しバーンした瞬間に30人ドーンって登録者数減って、あ、もうこれ終わったなって思いましたね。やっぱりハムスターが見たい人が見るし、変なおじさんが映ってもこれ違うわってね、解除されちゃって、その時は相当へこみましたね。でもそっからなんだかんだまた調子をね取り戻してね、ここまで来れたんですけど、結構ね温かい視聴者様に恵まれましたね。すごいね、ハムちゃんのプレゼントだったり、僕自身のプレゼントだったり、送ってくれる方がねもう10人15人ぐらいいて、もう総額、まあお金のこと言ったらあれかもしれないけど、うん、まあたくさんのね荷物を送ってくれましたね。今もね結構ハムスターケージの下にストックしてあって、時間があったらそれをあげる動画もね作っていきたいと思いますね。本当に本当に嬉しい限りですね。ありがとうございます。 YouTube でやる意義というか最近感じまして、それが何かっていうと、なんかコメントで、ほんとつい最近なんですけど、体調崩しちゃったり、まあ落ち込んだり入院したりとか、そういった視聴者さんがいて、一人じゃないんですけど、まあいろんな方がいて、でも癒しをもらえましたとか、仕事で大変だったけど日々の癒しをもらってありがとうございますって言われて、はって思いましたね。これがなんだろう、YouTube をやる意義なのかなって思いましたね。癒し、僕は好きでやってるから、まあ当然楽しいっちゃ楽しいんですけど、その視聴者様にダイレクトに癒しというか楽しんでもらえたり、そういったプラスの効果があるっていうのは、なんか認められたというかね、そういったハムちゃんの可愛さというか楽しい動画を作れたんだなと思って、僕も嬉しいなって思いましたね。1万人か、1万人ってすごいですよね。あ、そうだ、収益なんですけど、もう全然収益はないです。正直に言うとね、短い動画って広告つかないんですよ。でたまにつくみたいなんですけど、それもねまあ1円とかなんで、本当にお金にはちょっと困っちゃうなって感じなんですけど、僕楽しいし、それが楽しいし、何言ってるか分かんないか、楽しいからやってるんだけど、そのね、ハムちゃんたちもね、プレゼントを視聴者様からもらって、たくさん栄養もとって、ご飯とかね、床材もメンバーシップとか入ってくださっている方もね、すごい50人以上いて、床材とか砂とかもね、変えて、で、さらに、余ったお金は貯金して、なんか病院とか病気になっちゃった時に、貯めてるって状況なんですけど、そういったこともねあって、本当ハムちゃんたちはね何不自由なく暮らせてると思いますね。あとは飼い主がね頑張って掃除するとかね、お水替える、ご飯あげるとか、日々のメンテナンスだけなので、まあ、そこは飼い主の努力次第なんですけど、ちゃんとやってるつもりです。本当視聴者様がいなかったら、本当にこんなにね、いいご飯も食べれてないし、清潔な床材も買えてないという、まあ、僕がお金を出して買うのは当たり前なんですけど、本当に視聴者様からいただいたものとか、そういった収益とか、メンバーシップのお金で買えてるっていうのが現状、現実なので、本当にそこは感謝しかないですね。この機会に改めてありがとうございます。本当にいつもお世話になっております。嘘っぽく聞こえるかな、なんかいつも、うん、まあこの機会だからちょっと話しますか。ちょっと否定的な意見を持つ方もたくさんいて、まあ、ちょこちょこいろんなところで話してるので知ってる方もいると思うんですけど、うん、まあ結構厳しいこと言ってくる人がいてね、それでちょっと心をすり減らす部分もあるんですけど、その反面ね、逆にもう
優しい視聴者様が際立つというか何倍にも逆にこっちが癒しをもらってるんじゃないかってぐらい応援してくれて嬉しい限りですね。これからもたくさん癒される動画、癒しの動画作っていきたいと思いますので、気抜けのハムチャンネルをどうぞよろしくお願いします飼い主からのお願いです。お願いしますというかね、まあ僕自身がね頑張ればおのずと結果もついてくると思うので、そこは頑張りたいと思いますね。とにかくね、今日は1万人という節目、記念ですね。嬉しい節目を迎えることができました。これからも頑張って動画作りたいと思います。ハムちゃんたちもね、寝ちゃったかな、元気に暮らせるように環境もね整備したり、いろいろとメンテナンスしてあげたいなと思いますね。初めてかな、キヌゲのハムチャンネルでこうやってちゃんと話すのは。ひとひかりの Vlog の方では結構ね話すっていうか話すしかしないんですけど、こういったキヌゲのハムチャンネルで話すのは初めてですね。また登録者ドゥーンって減ったらもう完全にこれは飼い主のせいなんで顔出しやめますハムスターだけ出しますけど、今日はね、キヌゲのハムチャンネルの1万人記念のお礼の動画でした。ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。